どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前の動画でこの iPhone1 台だけでご飯食べたり仕事したりお買い物したりできるんじゃないかっていうことで、まあそのキャッシュレスチャレンジみたいなことをやりました。詳しいのはちょっとこう見てもらえればいいかなっていうふうに思うんですけど、あれからまた2ヶ月ぐらいが経ちまして、ライブ配信をやっている時に、またちょっとこのキャッシュレスチャレンジやってみてくださいっていう、まあ、リクエストが、まあ、何件かありましたので、今回はそれをやっていきたいと思います。まあ、簡単に言ったら、このスマホ1台だけで生活できるんじゃないかっていう、まあ、そういうチャレンジをやってみます。ちなみに今回のキャッシュレスチャレンジは半年間をやるというのではなくて、まあ、1日こういう日もあっていいんじゃないっていうレベルで、そんなカジュアルな雰囲気でやっていきます。で、今から僕のこのスマホの中身をちょっとシェアさせてもらっていただきます。で、僕が今使っているのがこの iPhone X です。 iPhone XS 買うんですかっていう質問結構いただくんですけど、僕はこの iPhone X で十分事足りているので、買えるつもりは今のところはありません。で、僕のこのファイナンスフォルダー、この中に僕の決済のやつがいろいろ入ってます。で、今回使いそうなアプリはこのウォレットのこのスイカとこのクレジットカード、この132円っていうのはちょっとよくわからないんですけど、このクレジットカードとこのスイカを主に使っていく感じになります。ペイパルだったりブロックチェーンも今回は使いそうにないです。で、あとここに T ポイント、あとはヨドバシのゴールドポイントカードも全然入ってないですけど、はい、このアプリがこのスマホの中に入ってます。なので、何かお買い物をしたいとかお金を使うってなったら、この中のアプリのどれかを使うっていう感じです。毎度のことですが、この財布とカードとパソコンはこの部屋に置いていきます。で、仕事に関してなんですけど、輸出する商品をネットに登録したり、あとはコピーを書いたりするときっていうのは、でっかいモニターを見ながらキーボードでバタバタバタって打った方が圧倒的に効率がいいので、それはこの撮影する前にもう終わらせてしまいました。なんですけど、例えばコンサルセンさんと連絡をしたり、取引先と連絡をしたりするときっていうのは、僕はこのスマホの中に入っているチャットワークっていうアプリを使ってやり取りをしてます。なのでカフェだったり電車の中だったり、こう公園でぼーっとしてるときにちょっとできるかなというふうに思います。はい、今午後2時なので、ここからどれぐらいできるのかっていうかちょっとわからないんですけど、まあ早速いきましょう。今からラトビアにちょっと送りたいものがあるので、郵便局行ってきます。カードだった郵便局どこでも現金だった。あ、そうなんですね。送れませんでした。日本郵便は現金しか対応しないみたいです。次行きましょう。お、ライスおかわり自由、ちょっと入ってみましょう。クイックペイっていう、なんかこうスマホでピッてやって、あ、できないです。あ、わかりました。ありがとうございます。できないと終わりしまいました。まあいっか、取っていきましょう。じゃあ次の場所行きます。クイックペイ使いますか？はい、クレジットしか使えなくて、はい、あ、すみません、ちょっと教えていただきたいんですけど、はい、クイックペイで支払いってできますか？クイックペイはできないです。すみません、ここって、はい、クイックペイ使えますか？こうやってピッて、クイックペイはちょっとお使いいただけないですね。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。お聞きしたいんですけど、はい、クイックペイ使いますか？電話を利用いただけないです。あ、使えないですか？はい、現金、クレジットカードだったら大丈夫です。はい、ということで、なんかいろいろ画像を見せられただけだとわけわかんないと思うんで、ちょっと簡単に解説をさせていただきます。まず僕は今日何をやったかって言ったら、自分のその活動範囲の中で洋服を買おうと思ったんです。まあ本当は最初はランチとかお店に入ってみたんですけど、そこでもやっぱりスイカも使えなかったですし、クイックペイも使えませんでした。で、あとじゃあしょうがないやつって、まあ、食べずにちょっと時間がないんで洋服だけ買いに行こうと思って、マルイだったり、ルミネだったりの中に入ってる洋服ですね、ユナイテッドアローズだったり、ラルフローレンだったりとか、まあいろいろ行ってみたんですけど、でそこで僕は白いニットのセーターみたいな、ケーブルニットの白の
あのセーターがすごい欲しくて、でそれを探しに行ったんですけど、クイックペイダメ、スイカも厳しかったですね。やっぱりなんかクレジットカードか現金のどっちかでお願いしますっていう風にはっきり言われたところもあったんで、なので今回このスマホ1台持っていろいろ歩き回ってみたんですけど、できたことっていうのはスイカにチャージして電車に乗るだけですね。本当にあの別に狙ったわけじゃないんですよ。このクイックペイ使えないところにあえて行くみたいな、そういうことは一切やってなくて、単純に僕の活動範囲内でこう、あ、入ってみようと思って使えますかって聞いたら、ことごとく使えなかったっていう感じなので、なので今回はちょっとこう本当はかっこよくスマホ1台でいろいろ生活できたぜイエイってことをやりたかったんですけど、まだまだそのこれ iPhone1 台でいろいろこう物買ったりとかご飯食べたりとかこう自由に気ままにできる状況ではないっていうことが分かりましたので、まだまだやっぱ現金が必要だなっていうのはまあ感じました。まあこれからもちょっと引き続きやっていこうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。また次はこういう条件でとかそういうのでもちょっとやってみたいと思います。はい、もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。